ライナーは巨人化したはずだ。アイズはまだか。ライナー、そっちはまだ無事なのか。エルヴィン・スミス、いや迷うな。先に殺すのは馬だ。エレン、なぜ自分から姿を現した。俺たちの目的がお前であることは承知のはず。まさか巨人の力で壁を越えて逃げる気か。奴を壁内に戻すのはまずい。完全な座標の力を身につけた後では手遅れだ。いや待て、逃げるにしろ、なぜわざわざ志願しなくの中で巨人化する。そうか、奴らの狙いは俺の目標を馬からエレンに移すことか。ったく、せっかく登ったってのによ。長かった俺たちの旅もようやくこれで終わる。エレン、お前さえ奪えればな。まぐれかもしれねえけど、お前には一度勝ってんだ。また勝って終わらせる。再戦だエレン、今度こそお前に負けるつもりはない。1対1なら俺は勝てる。単純な格闘能力なら兄の方が手強かった。エレンはともかく兵士たちは取るに足らねえ。そんな刃じゃ俺には傷一つつけられねえぞ。クソ野郎が、このままやられてたまるかよ。相手はあのエレンだ。だいぶ消耗させたようだが、油断はできない。さすがだなエレン、短期間でここまで力をものにするとは。硬質化実験の甲斐があった。この拳なら戦える。くそ、俺がここで倒れるわけには。よし、このまま押し切る。ライナー、ここがどこだか分かるか。俺たちの故郷があった場所だ。取り返してやる。お前らをぶっ殺して、お前らに奪われた全てを。俺たちは座標を奪還して故郷へ帰る。帰れなくなった故郷へ。ようやく倒れやがったか。今のうちにエレンを拘束しねえと。よし、今だ。この機を逃すな。兵士が動いた。来た、合図だ。ベルトルト、話をしよう。話をしたら全員死んでくれるか。僕たちの要求はわずか2つ。エレンの引き渡しと壁内人類の死滅。これが嘘偽りのない現実だ、アルミン。もう全ては決まったことだ。それは残念だよ。兄を残虐非道な憲兵から解放させられるのはもう君しかいないんだよ。このままじゃ兄は家畜の餌に。すればいい。本当に捕まえているのなら、兄の話をすればまた僕が取り乱すと思ったか。いや、ただの時間稼ぎか。別の兵士にライナーを殺しに行かせるための
こまで見えていて、なんで話に乗ったの？確認したかった。君たちを前にした途端にまた泣き言を繰り出し許しを請うんじゃないかってね。でももう大丈夫みたいだ。君たちは大切な仲間だし、ちゃんと殺そうと思ってる。それは僕たちが悪魔の末裔だから。いや、君たちは誰も悪くないし、悪魔なんかじゃないよ。でも全員死ななきゃいけない。もうダメなんだ。追わないでアルミ、爆風に巻き込まれる。